インドネシアクワガタ採集語り第14弾ですね、引き続きカリマンタンマリナオのね採集の模様なんですけど、早いうちにねカリマンタン信行の平田のオスが取れてね、ほんでその木の中に、小さめのねオスを入れてて、まあメスがねそこに来てくれないかと思ってたんですけどね、残念ながら、来ませんでした。でねその時もそうなんですけど、もうちょっとね木の根元とかをねほっときゃよかったなと、正直思いました。でね、なんかねそれが冷静なのかなと思うんですけど、皆さんね行ってねいろんな段取りをしてると基本的なことをね忘れたりするんですよね。でメスがねいなかったら木の根元を掘ったらよかったんですけど、そんな程度のね、認識がねもう湧いてこないんですよ。もう上の方の地上の見えてる木取りばっかりでね。でやっぱりね、卵を産んでたらね当然下におるはずなのでね、そのね、認識すらね飛んでたような状態やったんですよね。もう段取りと、いろいろな問題がこう湧き起こってくる中でね、でもっと、奥地へ行こうぜっていうことで、実はそのね、信行を最初にゲッチュしたその木はですね、そのマリナオのねホテルからもうそんなにどんどこ行かないんですよね。まあ15分も走ってないんじゃないでしょうかね。はい、まあそこら中にね木があればもうそこポイントになるんでね。で川沿いの道路沿いでね非常に近いところやったんですけどね、やっぱり低地であるがゆえにね、その日中の気温がすごいんですよ。まあ日中の気温で言うたらね日本でもさほど変わらないです。37度ぐらいですかね、6度7度。で直射日光当たってとかねもうもちろん40度以上の感覚はあるんですけど、違うところがね、まあ、僕住んでるところは京都なんですけどね、非常に蒸し暑いです。非常に蒸し暑いところがあるんですけどね、向こうねその蒸し暑さの度合いが違うんですよやっぱりね熱帯雨林はねたくさんの木々があって、そこの葉っぱからね、葉脈からこう、水分がねやっぱり蒸発するんですよね。でその水分が蒸発したやつが上空からね、溜まってまた、雨となって落ちてくるっていう基本的なねそういう熱帯雨林の単純に言ったらそういう構造なので、あちこちねやっぱり水分が湿度が高いんですよね。で、ですのでそれでやられるんですよね。暑さもそうですけど湿度の高いまあ蒸れて言いますかね。ですんでね取ったクワガタも非常に気をつけないと、ケースの中でねほんまに早いうちにね日本で取ったとかもうかじゃないようなね格段にね早く落ちちゃうことになりかねないので、まあそこはねもう非常に慎重にしてたんですけども誰かさんがやらかしましたけどね。でそのティタヌスを取った木からねずっとどん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 入っていきました。でその時はねもうさすがに車に乗ってどんどん行ったんですけどね。はい、どんどこ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 、1時間半ぐらいかけて結局ね最終的に1時間半
ぐらい、奥地に車で入っていきましたね。はい。で、まあ、とにかく10日採集をね、できるとこも、これ探さないかんぞ、いうところで、ことでね。で、一番遠くのところはね、1時間半ぐらいかけてね、車で行ったんですけど、最初の方のね、日のね、時の、10日採集はね、まあそこまで奥地じゃなかったんですけどね、ジャングルの、もう真っただ中の、その臨時のスタッフが、の知り合いがね、建ててる、建てかけの家があったんですよ。側、棟だけ建ってるね、家があってね。で、2階建てのこじまりした家です。はい。でね、それがね、もう、ジャングルね、まあなんかドーンと建っとるんですよね。で、そこのね、まあ、場所をね、ちょっとお借りして、いう感じでね、基本的に無断なんですけどね。で、布をね、つけて、セッティングして、まあ目の前がね、ある程度ちょっと開けとったんで、じゃあここでやってみようか、いうことでね。で、ちょうど2階建てやったんでね、上の方にライトをセッティングして、で、白いね、布をね、上からバーッと広げて、で、まあセッティングしてね、もう第1日目のね、10日を、ちょっとこれはワクワクするぞ、みたいなね。そんな感じでね、10日始めました。はい。で、皆さん、そっから生中継した皆さん覚えていただいてると思うんですけど、あとね、動画にも、上がってますけどね、たくさん飛んできました。はい。でね、結果的にね、飛んできたのはね、猛連カンプの兜と、で、アトラスの兜と、で、何かわからない、サビックはやったと思ったら、それが、で、鉄尾ねぶたやったりね。で、オキピタリスのノコギリとかね。で、キクロのカナリクラドスとかも飛んできましたし、何回も飛んできたんですよね。で、一日目、そこの一発目はね、あれですか、あれ、15日って半ばやったと思うんですけどね、その月の。新月がね、一回ね、めがけて行ってるんで、新月があったんですよ。でね、その新月の時はね、そこをスタッフね、食料と水と置いといてね、で、スタッフにちょっと残ってもらってね、朝方まで、10日採集、やってもらったんですよ。ご苦労さんですけどね、ほんまに。で、まあ、その時はですね、ダルマのメスが、朝方に飛んできたっていうことなんですけどね。まあ、それ以外の、まあ、僕が期待してたその黄金はね、結局飛んでこなかったんですけど、カブトはね、いっぱいさすがにやっぱり飛んできましたよ。はい。ほんでね、モーレンがね、飛んできたんがね、嬉しかったね。で、全部ね、まあ、さすがに定置だけあってね、胸郭が伸びた個体、胸郭も頭郭もね、そうですけどね、ビヨーンと、たっぷり伸びた個体がね、はい、さすがに一匹もいませんでしたけどね。でもね、つくづく10日採集で思ったのは、ライトの向け方一つであんなにも変わるかな、いうのはね、正直ありましてね。10日ってね、周りのね、暗さ、ほんで、新月かどうかいうのにも多少、まあ、よるんでしょうけどね。新月の時が一応いいんですけど、絶対新月の時がたくさん飛んでくるとは限らんのですけどね。
それとあのね、透過採集をしてる時にね、やっぱ湿度がこう高いのでね、霧とかが出たりしよるんですよ、夜は。日中はね37度38度とかになるんですけどね、そこではですね、温度測ってた時に一番低いのが26度ぐらいやったか、25、26度ぐらいやったです。まあ熱帯夜ですよね、日本でいう。ただね、湿度がねもう全く変わらないんですよね。で、まあ 80%、85% とかになるんでね、一気にそこだけね10何度ぐらいね、昼間からね温度が下がると、あのね、何でガスってんのか知りませんけどね、霧みたいな、ガスみたいなのがわーっと出るんですよね。で、それがね、基本ね、光が遮られて、これはと思うんですけどね、あれが出れ出すとね、結構条件が、10日にはいいんですよね。周りにね、光が拡散するからなのかどうなのかわかりませんけどね。結構飛んできます。はい。それでね、最初ね、向けてた、方向がね、ちょっと悪かったかどうか知りませんけどね、ライトを向け直した途端にね、カブトルがいっぱいちょっと飛んでくるようになってね。で、なかなかのね、10日のね、成果やったんですよね、そこはね。で、まあまあ、同じとこでずっとやってもいいんですけど、まあ、やっぱり違うもんもね、皆さん、撮りたいので、まあ、2回目ね、カルマンタン2回目以降はね、ちょっと違うとこでもやろうぜということでね。で、次の日なんかはね、特に、もっとどんどん、中入っていきました。で、なんせ、移動ばっかりでね、その都度、降りたりして、真新しいその木とかをね見るんですけど、もうなかなかやっぱり時間だけが過ぎていってね、まあ想像通りの、結果にはなったんですけどね、カリマンタンはね、非常に、無駄な時間がありまして、ですんでね、次、カリマンタン行くときに、もう非常に下準備しないと、ちょっとこれはもう、行ってしまう、ただ行くいうだけではね、もうちょっと、またケッチン食らうとね、カリマンタンをほんで非常に皆さんね、お金がかかるので、ケッチン食らうと、復活できないレベルなのでね、はい、もう、どれだけ緻密に現地のねスタッフとやり取りしてポイントをね確保できるかがほんまに勝負なんですけどね、はい。で1回目のね、10日の場所から、2回目の、10日の場所までね、そっから約やっぱり1時間ぐらい、1時間半ぐらいかな、中に、どんどん入っていきます。で、結局標高で言ってもそこもさほど変わらないんですよ。結局ね10メーターぐらい変わるぐらいでね、ほとんどね標高って変わらないんですよね。でね、今喋ってる間にね、2回目の、10日採集が1時間半ぐらいかけて遠いところで今言いましたけどね、元へです。もっと、近くでね、やったん思い出しました。それちょっと飛んでましたね。でね、そこはね、まあもうジャングルの中で、もう完全にジャングルの中です。もううっそうとしてるジャングルの中で、細い道だけ中、あれ何しに道ができてたんかどうか知らないですけどね、スタッフがあちこち動いてね、でそこを見つけたんですけど、ジャングルの中がね、ここ一回しばらくこれ伐採してるよねっていうような、状況のところがあってね、
キーッと草はいっぱい生えとるんですけど、周りのね高い木があるんです。そこだけで、ね、大きく広くね、何エーカーぐらいありますけどね、あの広くね、あのへこんでるんですよ、ジャングルがね。で結局そこで透過採取したんですけど、まあスタッフがあのせっかく探してきてくれたんでいうことでね、正直そこではいい結果は出ませんでした。まあそれでもね、オキピタリスとかはあの飛んできたんですけど、そこででも皆さんに、10日のね生中継はお伝えできてるんですけど、ちょっとあまりにも、中に入りすぎたかなっていう印象がありました。ただね、もうどこでね、飛んでくるか、どこで何が飛んでくるかわからんのでね、もうこればっかりは仕方ないんですけどね、はい。で、画質が綺麗に撮れてますよねって、10日最終でね、出してた、文があるんですけどね、それそこですって。で、もうぐるり360度、もうジャングルで草木いっぱいボーボーのとこですけどね。で、まあそこでやって結果はちょっと散々やったんですけどね。で、まあ、もっと、他に、ないかということで、やっぱりね、スコーンと、まあそこも目の前は開けてたんですけど、山に向かってね、やっぱりドーンと開けてないとダメでね。で、理想で言ったらね、自分らがいてるところはね、もう道路沿いみたいなね、の方がいいと思います。で、そっからね、その山に向かってね、障害物が何もないっていうのがね、10日ではやっぱり理想ですよね。で、飛んできても、手前に落ちたりするので、もうわからないんですよね。草木があるところへね、落ちてしまうとね。で、そこからまた再び飛んでくれたらいいんですけど、草木の中に落ちてしまうとなかなか、そこからね、もう一回このライトの方に向かって飛んでくるのがね、少ないので、ということでね、そういうところを探そうぜっていうことで、第3回目の、10日採取はね、いわゆる、10日は5日やったんですよね。そのジャングルの真っただ、まあどこでもジャングルの真っただ中なんですけど、1日目にやったところは2回やりました。で、その、失礼。次にやったそのジャングルのね、もううっそうとした中で10日をやったらもう1回。で、遠目にね、1時間半ほどかけて遠く目に行った、そこもね、実はね、2回やってるんですよね。で、結局ね、やっぱり言えることが、あまりこのぐるり回りがね、風通しが悪くて、いわゆるその、まあ、ライトトラップはね、匂いで寄せるもんじゃないんでしょうけど、ないんですけどね。やっぱ風がね、どんとある程度抜けてる。で、風が強くない。強すぎない時。っていうのがね、やっぱりいいかなと。ほんで、ひょっとしたら飛んできてたのかもしれませんけど、そのうっそうとしたジャングルの中でやった時にね。もうとにかく開けてないと、飛んできてて、周りを探しに行ってもちょっとわからないので、やっぱりね、投下をするときは、目の前が飛んできてもはっきりわかるような、状態にしておくというのはね、これも必須ですよね。はい。で、トータルはね、やっぱり投下採取でね、結構飛んできて。で、カブトなんかはね、もうほとんど10日で飛んできたようなもんです。はい。でね、最初の方とね、で、最終日の10日では、特に最終日の10日でね、大津の小臭いカブトですかね。正式名称忘れましたけどね。それがね、放送そこで生中継してたんですけど、
放送切った途端にね、タイミング悪くね、ポン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 って飛んできて、で、あのね、カブトってなんで固まって飛んでくるのかわかりませんけどね、一匹飛んできたらね、ほとんどその一匹で終わることあんまなくてね、北スマトラの時はね、群生で飛んでくるいうのはないんですけど、ね、カリマンタンはほんまに、固まって飛んできました。一匹飛んでくるとね、どん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 飛んでくるんですよね。あんたら、どこに固まっていたのみたいな感じでね、たくさん飛んできます。でね、クワガタじゃないんですけど、まあ、カブトもね、好きですけど、ね、やっぱりね、飛んできてくれるいうのはね、10日やっててね、ほんまに嬉しいですよ。で、カミキリもね、もう皆さんご存知でね、ウスバカミキリですね。あれも、さすがに10センチは、見ませんでしたけどね、8センチ後半から9センチぐらいのね、ごつごついカミキリもいたんですけどね。最終日のとこでやったね、10日はね、まあ、皆さん、映像にも残ってますけどね、セミです。マナードでは、ミツバチ、で、カリマンタンではね、セミなんですよ。ほんでね、一応ね、いい時期に行ってるので、ね、セミもそうなんですけどね、まあ、ガーですけどね、あれね、黒い大きなガーね。で、ガの種類もよるんですよ、しょうけど、ガがね、やっぱりいっぱい飛んでくるいうのがね、もちろんよくて、ほんで、細かなガじゃなくてね、大きなガがね、わーっといっぱい周りにもね、飛んでくるんですよね。ほんで、セミがすごいんですよ。すんごいセミの量。もう、戦で効かんでしょうね。もう、とにかく、夜であろうが何であろうが、そんなことはお構いなしにね、もうバン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 セミがね、ギギギギギギってね、もうずーっと、ひっきりなしに飛んできたっていう印象ですね。はい。で、まあ、10日の模様とね、気取りの最初の模様ね、また、語り15でね、皆さんにご紹介させていただきたいと思います。はい、今回もご清聴ありがとうございました。